じゃあ杉本さん、今日は、はい、湯崎湖での、提灯うどんセット釣りということで、はい、今釣りを始めていただいてるんですけれども、はい、今日はあの新作の浮きを使われているということで、ちょっと浮きについて説明していただきたいんですけど、はい、ですね、今度発売になります、忠助の方から出ます、ネクストアプローチっていう浮きなんですけれども、こちらの浮きのラインナップとしまして、グラストップと PC トップありまして、より多く当たりを出す、触らせて当たりを出してくれるような浮き、うん、こういう、まあ銀鰓だったりとか玄関機の食いしぶりに特化したモデルの、提灯の浮きを、使ってます。今日はじゃ あの浮きの番手なんですけれど、はい、うん、今使われている浮きはこれは、ですね、スタート時、発射区を選んだんですけども、うん、まあそういう季節の今変わり目でちょっと気難しい時期なんじゃないかなと思いまして、6番を、うん、今日はつけてます。まあじゃあ通常のコンディションであれば7番ぐらいからっていうこともあるわけですね。その辺の打ち始めの浮きのサイズの選び方っていうのは、はい、やっぱりその魚のコンディションとか周りの状況を含めて考えて、はい、とりあえずは合わせていく。そうですね、はい、実際に釣ってて交換することもあるわけですか？あ、全然ありますね、はい、もちろん浮き見て、より動きが悪ければ、うん、PC からグラスに変えたりですとか、うん、寒い時期でしたらグラスをつけてたけども、より動きがいいから、うん、PC の方に付け替えるってことも、うん、全然ありますし、そういう、まあ、タイプの使い分けと、あとは、まあ、はい、サイズの使い分けっていうこともあるわけですね、はい、そうですね、はい、今ようやくちょうど当たりが出て釣り始めてきたんですけど、この打ち始めの段階、はい、こう注意する点というか、はい、杉本さんがこう心がけてる点っていうのはどういったところですか？ですね、打ち始めってやっぱりみんな誰しもどういう状況なのかっていうのは分かんないと思うので、こうバラケーサをつけて、なじませた状態のことを心がけてます、うん、その際に馴染んでる時に当たっているバラケーサがついている時に当たるのか、はたまたバラケーサが抜けてしまった後に、下のクワセーサだけになった時に当たるのかっていうのを考えながら、打ってます。打ち始めはやっぱりこれ自分もよくその釣りをやってる時に感じてることなんですけど、はい、まあ普通にこう餌をつけて、はい、まあ、打ち込みますよね、はい、やっぱりどうしてもこの早く当たりを出したいっていう気持ちがあるせいもあるんでしょうけど、はい、こうどうしてもこうばらけやすい餌を最初こう打ちたくなるんですけど、はい、そういったところはそういうスタートで構わないんでしょうかね？僕の場合ですと、うん、より最初はやっぱりしっかりめですね、うん、はい、それはたとえ当たり出しが遅くても、はい、遅くてもしっかりめにつけてみて、そこで当たらなければ、うん、甘い餌、バラケ性の早い餌をつけたりですとか、うん、そういうふうにはしていくんですけども、うん、いきなりこう甘い餌を打って、うん、様子を見ちゃうっていうことはせずに、うん、はい、しっかりした餌を打って様子を見ます。ちなみにそういう基本的な、まあ、打ち始めのアプローチ、餌をしっかり入れてっていうのは、それはいわゆる玄関機であっても、はい、夏場の釣りであっても、まあ、今の時期のこういうちょうど端境期に当たるような時期でも基本は変わらない、はい、変わらないですね。一年中通してスタート、打ち始めで意識することはやっぱりしっかりとバラケをつけて、浮きに馴染みの幅を出させて、うん、当たるのか当たらないのかっていうのを見ま す, です、ね、でまあ、その結果まあ、早いタイミングでバラケを抜いて、はい、まあ、釣りが成立しちゃうこともあれば、はい、まあ、バラケをしっかり持たせたまんまちゃんとしたバリを送ってくるっていう、はい、そういう方向に行くことも当然あるわけですよね、はい、で今この今日の状態打ち始めてもうそうですね、はい、10分20分餌打って浮きもそこそこ動いてるんですけども、はい、今日の感じとしてはもうこの時点でどういう感じを、はい、ですね、魚はちらほら見えてくるような状態では、寄ってきてます。で当たりもそこそこあるんですけども、やはりこう季節の変わり目、うん、冬から春になってまた春に本番になりまして、こう暖かい日も続いたりして、まあ、冷え込む日もあるので、こう難しい
感じもあるなと思うんですけども、やっぱりまあちょっと春めいてる動きなのかなと思ってまして、うん、でもその中にもやっぱりちょっと難しさっていうのはあると思うので、うん、今ちょっと打ち始めなので僕もちょっと探り探りなんですけども、うん、これからもうちょっと、深く探っていきたいなと思ってます。もう最初からこうセッティングを決めて、はい、じゃあ今日は抜きセットとか、まあ、持たせて釣るんだとかっていうのは、はい、こうあまり決めずにニュートラルな状態で入るっていうことが大事だってことですね。そうですね、はい、今一頭打ち込んで、うん、まあ、水面上に魚ちらほらすごく見えてるんで、うん、こう今入ってってはいるんですけど、うん、これはあの魚の煽りとかね受けて入っちゃってる、うん、で結構しっかり目につけたいんですけど、バラケースは結構魚の寄りでもう溶けて今棚にあんまり届いてないかなっていう状況になっちゃって、今餌落ちメモリが出てきましたね、うん、はい、だから水面上には魚結構いるっていうのは見えてるので、うん、でこの棚に届けたいんですけど、その棚に届けるまでにバラケーサーが落とされてしまうっていうことになるので、僕はもう少ししっかりつけて棚に餌をもうちょっと届けたいなっていう思ってます。でなぜ棚に届けるのかっていうと、やっぱり自分が提灯やっててそこの棚まで、沈んだところで当たりを出したい、釣り込みたいっていうのがあるので、1枚2枚釣るのではなく釣れ続くために釣り込むために棚に貯めたいっていうのが僕の考えでして、うん、今度はしっかり入りました今ね、はい、まあ、ちょっと今一頭前のやつを見てちょっと意識して強めにつけて、うん、でしっかり馴染んでから返してきて、うん、まあ、ここで今ほとんどバラケースはついてないような状態ですね、うん、でも4目盛りしか出てない、今赤がチラチラ出てきて餌落ちメモリが5メモリなんですけど、まあ、その5メモリが出てくるか出てこないかなんですけど、その一節っていうのは多分魚の煽りの余韻で、うん、こうトップが1メモリぐらいは、ね、はい、入っちゃってるような状態だと思うので、うん、で今入りましたけどもまたしっかり目につけて入れる、はい、っていうことですね。そうですね。で結構あのトップが餌落ちメモリが一メモリ入ってるからバラケがついてるって結構思いがちなんですけど、結構あのついてないことの方が多いので、まして最近流行りですとグラスムクトップですとか PC ムクトップっていうのが流行りなので、こう余韻で沈んでしまってる、馴染んでしまってるっていうこともあるので、これ理想っすね。これね、この辺で当たってくれれば最高なんですけどね。でこの辺で触ってて、あ、今食わないなっていう感じじゃないですか、うん、その時に結構誘い入れますね。で落ちていく時に結構当たることが多いですね、はい、まあ、あんまり待ちすぎてもこう当たり飛んじゃうんで、うん、2回から3回ですね、誘って、うん、もう今はあそこで当たりましたけど、あそこで当たんなかったらもう打ち返しのタイミングですね。打ち返しですね。で今なんかも状況的にバラケーサーがついてる方が当たるっていう感じなので、うんうん、今なんか抜けちゃってから誘って当たらせてるっていう感じなんで、今なんかもちょっとバラケを強めにつけちゃったので、うん、沈没しちゃったので、こう竿の操作でバラケ促進の意味ですね、うん、で今みたいに強くバラケをつけた時に沈没してしまう、うん、その都度竿の操作で、トップが出てくるまで操作をしなければいけないっていう状態になると、うん、毎回それだと結構ストレスが溜まってしまうので、
やっぱりこういう時にはもう無理せずに自分で思ったようにやっぱ浮きの番手を上げた方がいいと思うので、これで私の場合ちょっと1番手上げてみたいなと思います、じゃあそこお願いします、まあ、自分で思って1番手だと思ってるんですけど、まあそれが一気に2番手上げちゃってもいいと思うので、はい、それでもしもですねこれ浮きを1番手上げたりとか変更した直後に変更する前の当たり数よりも減ってしまうようならまた元に戻す、これが多分重要になってくると思います。まあ、今あの水域向きの、まあ、セッティングに変えて、はい、まあ、のアプローチされてるわけなんですけど、はい、まあ、やっぱり夏場を含めてあのこのちょうちんうどんセット釣りの下ハリス、あの、まあ、流行としてはかなりこう短くして、まあ、夏場だと場合によっては20センチとか極端な場合だと15センチみたいな形でこう短い、はい、ハリスセッティングのちょうちんうどんセット釣りっていうのがここ数年なんかこう流行してるような気がするんですけど、はい、まあ、そういったアプローチに関してその杉本さん流の、まあ、考え方といいますか、もし違いとかがあれば、はい、ですね、僕は思うにはみんなあのその人が短くして釣れたからって言って、真似をしてですねいきなり20センチにしたからって釣れるものではないと思うんですね、うん、みんなそれぞれタックルですとか浮きですとかが違うように、バラケーサーのブレンドとかも違いますから、うん、バラけるタイミングだったり馴染むタイミングだったりも全員違うと思うんですね、うん、つけるタッチもまた違いますし、うん、短いのが流行ってるから短いのやるよ、うん、はたまた1メートルのハリスが流行ってるから1メートルにしてみたよっていうのではなく、自分で当たるところが絶対にありますから、うん、それをよく自分でこう練習してですね、あの自分の当たるあの自信のあるハリスの長さを見つけてもらうといいと思います、うん、まあ、杉本さんとしてもその結果として、はいはい、まあ、そういう短い20センチぐらいのハリスになることもあれば、はい、うん、ならないこともあると。そうですね、うん、だから長さありきではなくてあくまで浮きの動きを見てその当たりがしっかり出て釣れる長さを、はい、もう毎回のその釣りの旅に合わせていくっていうことですよね、はい、やっぱりあの、ヘラブナを釣るわけですから、うん、口の中に、食わせたいわけですから、うん、長くして35センチで僕やってみて擦れてしまえば、うん、やっぱり短くしてより、その遊ぶ長さがなくなるようにしてですね、うん、あの口の中に入るようにっていう意味で5センチ刻みに短くしていったりして、うん、で結果20センチにした時にヒット率が上がった、口の中に入る確率が上がったって言えば自然と20センチのハリスのまま、釣っていくっていうことになるので20センチが良かったよっていうことになると思うんですけど、うん、ちなみに今セッティングを変えられて最初の基準が、はい、今言ったように今35センチからスタートしてますよね、はい、うん、で現時点の浮きの動きとしてはどんな感じを、はい、まあ、とりあえず僕の中で練習しいつも練習してる自信のあるセッティングっていうのが、うん、今の、この忠相のネクストゾーンっていう木なんですけど、こちらの木が9番ですね。でサウが8尺、そして、まあ、ハリスが35センチっていう長さでやってるんですけども、そのセッティングでやってみた結果今はちょうどよく釣れてるんではないかなっていうふうに思ってます、うん、やっぱり先ほどのちょっと気難しいセッティングから自分でこうだろうって思った、セッティングっていうのはやっぱ練習してて自分で分かってて、それを出してやってみた、その結果今はよく釣れているっていう感じの印象はあるんですけども、これでもしまた変わってくればハリスを伸ばしたり短くしたりっていうセッティングは変更していきます、うん、それでですね、あと誘う時のポイントですね、それはですねこう浮きが入ってきました。それで誘う幅っていうのは先ほど言いましたようにこのボディ出ないぐらいまでなんですけど、うん、こう誘う時にまっすぐ竿先を
浮きのトップのところまで持ってってこう誘う、垂直に上げるっていうことですね、はい、そうですね、よくこう誘ってて、こういう手前に誘う人いるんですけど、これもまあなしではないと思うんですけども、うん、僕が誘う時にはまっすぐ上げてまっすぐ下ろす、うん、こういう誘いを心がけてます、うん、その方が多分垂直に上がって垂直に降りるので、もう浮きから桑精査までの伝達っていうのがしっかり多分行き届いていて、当たりが出やすい、はい、その棚にいる魚に、食いたい魚に対してのアプローチっていうのがしっかりできると思うんですね、うん、ダメっていうわけじゃないですけども、うん、こう斜めに引っ張ったりとか してると多分水中の下の方ではそんなには動いてないと思うんですね、うん、これが竿が長くなればな、うん、長くなるほど多分動いてはいないと思うので、うん、それがいい場合もあるんですけども、僕の誘いとしては先ほどの垂直に上げて垂直に下ろすっていう誘いの方が有効的なんじゃないかなと思います、まあ、垂直になってればもう単純に竿を上げた分だけ下の方もまあ動いてるっていうような感じなんですね、はい、で、 すね、はい、でその戻した時に下がっていく時に当たるっていうことがすごい多いんですね、うん、その時にあとすぐに反応できるっていうか、うん、合わせるもう体勢ができてるっていうことですね、はい、もう合わせるぞっていうタイミングで戻してますので、今もう一回誘って戻る時に当たってくれないですね、うん、はい、こんな感じですね、今すっげえいい当たりだったですね、うん、これがこうまっすぐ誘った誘いの効果なんじゃないかなって思ってるんですけど、硬、ね、うん、いなこれ、うん、なんか魚も事前に打ち合わせしてあるようにいい当たり出してくれる、いいですね、できすぎじゃないかっていうぐらいですね、うん、いいです、バッチリ食ってますね、綺麗、うんうん、なヘラですよ、うん、やっぱり誘いはそのやっぱりこうむやみやたらに入れるんではなくて、やっぱりタイミングとその強弱というか、そうですね、はい、動かす幅っていうのもすごく大事なんですね、はい、で今結構持たせる気味の餌にしてるんですけど、うん、あのやっぱり正規っていうか自分がこう判断してですね、結構いける、あの持たせて釣れるって思った時にやっぱり一番ダメなのは餌が持たないってことなんですね、うん、なのでしっかり馴染みを入れたいというんですけども、その時にですね、あの僕最近思ってるのはこのセットアップっていう餌が出て非常に持たせるのも簡単になったんじゃないかなと思って、こうセット釣りには本当に欠かせないなんか一品になったんじゃないかなと思って、もう常にあの僕のブレンドの中には入ってますけどね、やっぱりこのセット釣りのバラケで、はい、その一番大事なポイントっていうのは、空気の入っていないカチカチのおにぎりを食べた時って美味しくないと思うんですね、うん、でそれと一緒で、まあ、餌もエアを入れながらふっくらとした、うん、餌漬けをしましょう、うん、まあ、結構矛盾してるんですけど、エアを入れてバラケやすい餌を、うん、棚まで届かせてばらけさせるっていう、ばらけの早い餌を棚まで持ってってしっかりとつけるっていう、そういうなんか難しいんですけども、まあ、そういう餌を作らないと多分ばらけ餌を作らないと釣れないので、じゃあ言ってみると、そのセットアップがそういうばらけを作るのに非常に有効だと、有効ですし、うん、もうあの本当簡単にできちゃうので、うん、はい、本当になんかこれから先のあのセット釣りに本当なくてはならない餌だと思うんですね、うん、僕がこの釣りをやるにあたってですね、気をつけてるポイントをいくつか紹介したいと思います、まずですね、馴染み幅を絶対に入れるっていうことですね、
玄関期、雪が降ってるような時期とかでもですね、必ず馴染み幅を取って馴染みを入れる、すなわちバラ系を持たせるっていうことですね。で1回はちゃんと棚に餌を届けて、そこから溶けていく段階の中で、吸っていく、あたりを出していくっていう私のスタイルです。その時にですね、バラ系餌を持たせるために、今度セットアップっていういい餌が出ましたんで、こちらをですね僕は使いながら、ボソッケのある餌をより多く、棚に届ける、そして食い気のあるヘラをたくさん寄せる、そして釣り込んでいくっていう上でですね、この餌は非常に簡単に、そういう操作性、ボソをまとめてくれる、より、多くのボソのある餌を棚に届けてくれるっていう、ことが簡単にできる餌ですので、皆さんもですねぜひこの餌を使って、今日僕がやったみたいな釣り、今後もこういう釣りが絶対に、強いと思うので、皆さんもですねこの動画をご覧になって、ぜひたくさんの魚を釣ってください。僕も楽しんじゃいました。